て戦争で全て貴重な文化財を全て一つの琉球国という国が対外的にも東南アジアでも認められた国だったんです。海に流れていって地下水がないですから水脈がないですね。でそういった状況の中で1800年に長文会3、2、1